貴族員はイギリスの議会を構成する議員の一つで上院に相当する。中世にイングランド議会から庶民員が分離したことで成立した。貴族によって構成される本人は庶民員と異なり非公選かつ聖職貴族を除き終身民規制である。議会法制定以降は立法機関としての権能は庶民員に劣後する。 九百九十九年以降は、世襲貴族の議席が制限されており、一大貴族が議員の大半を占めている。かつては最高裁判所としての権能も有していたが、二千九年に連合王国最高裁判所が新設されたことで、その権能は喪失した。現在の文章院総裁の第十八代のフォーク公爵エドワード・フィッツ・アラン・ハワード現在の第一獣教の 第7代チャムリー公爵、デイビッド・チャムリー1999年の貴族院、改革以前には、世襲貴族は原則として、全員が貴族院に議席を有していた。そのため20世紀に尺位が乱発された際には、議員数が1000人を超えたこともあった。貴族院は長年にわたって、世襲貴族を中心にして構成されてきた。1958年に一大貴族制度が、 導入された後も1999年に至るまで、世襲貴族が貴族院の多数を占めていた。しかし1999年のトニー・ブレア政権の貴族院改革によって、世襲貴族の議席は、世襲貴族議員の5選で選ばれた90名に、文章院総裁を世襲するノーフォーク公爵家と、大事住居を世襲で主に担うチャムリー公爵家を加えた92議席に限定され、 ほとんどの世襲貴族が議席を失った。以降、貴族院に議席を持つ世襲貴族は、例外貴族と呼ばれている。世襲貴族議員の任期は終身である。世襲貴族の議席に定数が設けられている現在では、ある世襲貴族議員が死去すると、世襲貴族議員の5選で、世襲貴族の中から、新しい議員を選出することになっている。かつては、女性世襲貴族は、 貴族院議員になれなかったが、1963年貴族法で、女性世襲貴族にも貴族院議員となる道が開かれた。また同法により、世襲貴族は、爵位継承から1年以内であれば、自分一代について、爵位を放棄して平民になることが可能となった。これは、貴族院議員たる貴族が庶民院の選挙権を呼び、庶民院議員資格を許さないことへの救済処置であった。 ただし、貴族院議員でない貴族は、社位を放棄せずとも、庶民院議員選挙権及び庶民院議員資格を有する。1999年の貴族院改革後は、大半の世襲貴族が貴族院議員で亡くなっており、彼らはこれに該当する。貴族院改革後も、世襲貴族が、社位一大放棄を行う権利は失われていないが、貴族院議員たる貴族は、 爵位一大放棄を行うことができなくなった。世襲貴族は、創設時に応じて、イングランド貴族、スコットランド貴族、グレートブリテン貴族、連合王国貴族に分かれており、また、公爵公爵白爵死爵男爵のご等級からなるが、貴族院での活動において、これらの区別に重要性はない。世襲貴族総家の権限は現在でも、 女王体験に属するが、立憲主義の慣例に基づいて、首相の助言によるべきと考えられている。もっとも、王族以外への世襲貴族創化は、1984年に、元首相、ハロルド・マクミランが、ストックトン伯爵に除されたのを最後に途絶えており、現在では、新民が新規に世襲貴族に除される可能性は低い。非民主性が、最も強い上、かつ中立性や、 専門性を有しているわけでもないことから、貴族院改革論において擁護することが最も困難な存在になっている。一大貴族の宣令は古くは14世紀から見られるが、現在のイギリスの一大貴族制度は1958年の一大貴族法に基づくものである。一大貴族は爵位を世襲できないが、終身で貴族院議員となる。彼らには爵位の等級はなく、 全員が男爵である。1999年の貴族院改革により、世襲貴族の議席は大幅に減り、一大貴族が大多数となった。これにより、貴族院は、もっぱら先祖の活躍と地位のみに基づく、世襲貴族中心の議員から、本人の実績や経験に基づく一大貴族が、中心の議員へと転換された。一大貴族は、 首相の助言に基づく女王の直居上によって助釈される。首相による人選は首相独自の判断による場合もあれば、政府から独立した貴族院任命委員会の推薦に基づく場合もある。助釈されるのは主に政界、官会、軍、司法会などで活躍したものであり、男女とはないが、助釈に明確な基準があるわけではないため、 首相の裁量権が大きくなりがちである。2014年現在のところ確立されている首相裁量権を制限する州立としては、政党政治的助釈に際して首相は、自らが所属する政党だけではなく、他の党の人間も助釈しなければならないことと、クロスベンチャー議員の助釈は、首相の直接指名ではなく、貴族院任命委員会の指名によらなければならないことの二つがある。 貴族院任命委員会は2000年に設立され、求人のような透明、厳格な過程でもって、指名を公募し、また、政党政治的指名に際してもその人物の適格性を評価する機能を持つ。一大貴族の受釈は、首相退任時と総選挙時に行われることが多い。2010年の政権交代時には退任する。 ブラウン労働党政権が通例を大きく超える32名の助釈リストを残したため、前回総選挙で各党が獲得した得票率を反映させることを連立政権プログラムに掲げるキャメロン保守党自民党連立政権としてはバランスを取るために与党系も大量に助釈せざるを得なくなり、結果キャメロンの首相就任から1年以内に117人も一大貴族に除され、 2011年4月には一大貴族総数が792人に達した。現行制度だとこうした首相の受釈合戦が行われた場合に一大貴族が急増することが懸念されており、首相の裁量権を抑制する改革の必要性も唱えられている。イギリスでは中世から2009年まで貴族院が最高裁判所機能を有した。近代になると、 放送の貴族院議員が必要との認識が高まり、1876年に上訴管轄憲法が制定され、常任上訴貴族という一大貴族が置かれるようになった。一大貴族としては、これが最初の制度である。略称で報復貴族と呼ぶ。尺位は断尺である。報復貴族設置後はそれ以外の貴族院議員は、貴族院の司法的機能に関与してはならないとの、 憲法監修ができたこの貴族は当初4人までとされていたが、その後、上訴管轄憲法改正で徐々に増やされていき、1968年裁判法で11名に増員され、さらに1994年の裁判官定数例で12名になった。12人のうち2人はスコットランド強盗法院出身者にするのが慣例だった。 かつて裁判官は終身だったが、後に70歳の定年制が設けられた。しかし裁判官としての定年を迎えても一代、貴族であることに変わりはないので貴族院議員としては、終身である。2005年の憲法改革法により2009年から、連合王国最高裁判所が新設され、貴族院から最高裁判所機能が失われたのに伴い、 今後新たに常任上訴貴族が任命されることはなくなった。憲法改革法の規定により最初の最高裁判所裁判官12人は常任上訴貴族が横滑りすることになり、彼らはその間貴族院当院を停止されることになった。ただし常任上訴貴族が一大貴族であることは変わらないので、最高裁判所裁判官を辞すれば貴族院議員の地位が復活する。 最高裁判所裁判官に転じた常任上訴貴族のうち二0 1年九月三十日に最初に退任したニューディゲートのサビル男爵マークサビルは停止されていた貴族院当院を回復され以降も退任によって同様に回復された現在のカンタベリー大主教ジャスティン・ウェルビー国教会の行位聖職者であるカンタベリー大主教ヨーク大主教ロンドン主教 ダラム主教、ウィンチェスター主教の5人と、その他の教区主教のうち21名を合わせた計26名は、聖職貴族として、貴族院に議席を保有する。なお、聖職貴族以外の貴族院議員は、聖職貴族に対して、世俗貴族と呼ばれる。行為聖職者5人以外の議席は、貴族院議員たる教区主教の死亡、退任によって、 千人順に次の教区主教が貴族院議員となる。ただし、2014年に女性の主教就任が認められると2015年、聖職貴族法が制定され、2015年から10年間は女性主教が優先的に貴族院議員となることが定められた。聖職貴族の議席は、聖職者個人ではなくその主教委によるため、彼らは主教に止まっている間のみ貴族院議員であり、 主教を実と貴族院議員たる地位も失う。また、主教位が変わった時には、その都度貴族院に紹介されて宣誓することになる。例えば、カンタベリー大主教、ジャスティン・ウェルビーは、2012年にダラム主教として、2013年にカンタベリー大主教として、それぞれ貴族院に紹介され、宣誓している。主教には70歳の定年が設けられているので、 それまでには辞職することになるが、カンタベリー大主教とヨーク大主教のみは大主教を知りいた後に一大貴族に列するのが例となっている。聖職貴族は院内で一つに固まって独自会派を形成しているが、中立派と同様に特定の政策に対して闘議拘束を行っていない。貴族院議員たる国境会聖職者は庶民院議員資格を許さないが、 貴族院議員でない国境界聖職者は2001年から庶民院議員資格を有する。聖職貴族は世俗貴族が急増した近現代においては貴族院の少数勢力に過ぎないが中世の頃には世襲貴族の数が少なかったために貴族院の半分以上を占めている時期もあった。例えばヘンリー・パッセイ即位時の貴族院は 世襲貴族36人と聖職貴族48人で構成されていた。現行の26人という聖職貴族の議員数は1878年、主教職法の定めによる。議会が庶民員と貴族員に分離する前の13世紀に、プランタジネット朝、イングランド王エドワード一世が召集した議会を描いた絵画。イギリスの統治機関の多くは1066年の、 ノルマンコンクエスト後に創設されたイングランド王の封建的進化である直属受付者によって構成される国王諮問機関キュリアレジスから分化したものである。イギリスの議会であるパーラメントもその一つである。ジョン王が1215年に発布したマグナカルタ12条は国王はキュリアレジスの大会議である全般諮問会議の同意なく課税してはならない旨を定めている。 パーラメントも初期には直属受付者のみで構成されていたが、12世紀から13世紀にかけて、陪審員制度の確立、地方自治体の発展に伴う、封建勢力の交代、騎士や市民などの中流階級の勃興、国王と貴族の対立などが起こり、そのような背景から13世紀に、イングランド王はパーラメントに、州や都市の代表を加えるようになった。 これによってパーラメントは大議政議会の性格を有するようになった。パーラメントが庶民員と貴族院に分離したのは14世紀前期から中期頃と見られている。州代表の騎士と都市代表の市民が議会から分離して庶民員の実質を形成し、また下級聖職者が議会を去ったことで議会残存部分が貴族院の実質を持つようになったのである。 14世紀末頃までには庶民院の構成はかなり明確となり、それに伴って貴族院も明瞭になっていった。フランス給料地を回復する戦費調達のためにイングランド王は円滑な税の徴収を欲しており、それには議会の了解を得ることが必要であった。そのため国王は議会への情報を進め、その情報の一つが制定法だった。 14世紀末までには、両院は立法協産権を課税協産権と同様に慣例として確立した。両院の力関係で言えば、もともとは貴族院の方が圧倒的に強く、庶民院はその副次的存在として、請願者に過ぎなかった。しかし、封建功能が金銭化などで形外化すると、庶民院は納税者集会の性格を強めていき、 国王も無視することができない存在に成長した。ランカスター朝のヘンリー4世の時代の1407年には、税の問題については、庶民院で宣議することが決定され、続く、ヘンリー5世の時代の1414 14年には、法制定権上の庶民院と貴族院の同格性が確認されている。議会の中心母体の一つに、高級裁判所パーラメントがあったので、議会は、 当初より司法機能を有したが、その機能は庶民院により貴族院の方が強かった。特に14世紀末に庶民院が弾劾権を確立するに及んで、司法権は貴族院にあり、庶民院にないことが明確化した。以降貴族院は庶民院に弾劾された貴族、庶民を裁判する権利、重罪で告発された貴族を裁判する権利、そして 下級裁判所の判決を覆すことができる最高裁判所としての権能を有するようになった。初期のイングランド議会における貴族とは、直属受付者のうち、国王から直接に議会召集令状を出され、それによって貴族領と認定された所領を所有するもの,のことであった。しかし14世紀末頃から国王が直居上で貴族称号を与えて、 新貴族総会を行うようになり、それ以降は貴族領の有無に関わりなく、貴族称号をもって議会に議席を有する者が貴族とみなされるようになった。1502年の公式文書から貴族院を構成する公位聖職者と社位保有者を指して聖職貴族及び世俗貴族と呼ぶようになった。また貴族院という呼び方もこの頃から使用されるようになり、年から 貴族院日誌の印刷が開始されている。18世紀初頭の貴族院を描いた絵画15世紀中期のバラ戦争は、封建貴族を没落させ、新興中産階級を台頭させた。チューダー長期には、貴族は王室の反定と化し、独立性を失った。一方、新興中産階級は次々と庶民院に出てきて、チューダー長の王権と協力関係を築き、 教会を追い落とすことを狙って宗教改革を推進した。この宗教改革で聖職貴族も発言力を低下させ貴族院の力は低下した。このような状況から中大ーー長期の議会は従順議会とも呼ばれるが議会が中世から獲得してきた諸権利が失われたわけではなく庶民員の影響力はこの時期にどんどん増した。 スチュアート長期の17世紀前期までには、庶民院はあらゆる王権に介入するようになり、国王と庶民院の対立が深刻化した。17世紀半ばにピューリタン革命が発生し、王政は廃されて共和政が樹立された。この際に王室の反平たる貴族院も廃止され、一員制になった。1660年には王政復古があり、 貴族院も復古したが、これは絶対王政の復興を意味するものではなく、国王は再び革命が起こらないよう不信せざるを得なくなり、従って、ますます議会に逆らうのが困難となっていった。1689年の名誉革命によって、権利焦点が議会で制定された。これにより王権は大幅に制限され、議会権力の王権に対する優位が確立された。これ以降、 庶民院における信任を背景に政府が成立するという議員内閣制が発展していく。そのため政治の実権は庶民院が掌握するところとなり、貴族院の影は薄くなっていった。庶民院から支持を得ているが、貴族院で多数を得ていないという政府は、しばしば国王体験の貴族総化で貴族院を抑え込むようになった。年にイングランドとスコットランドが合して、 グレートブリテン王国が成立すると、スコットランド貴族のうち汚選された16人が、貴族代表議員として、イギリス貴族院に議席を置くことになった。また1801年にアイルランドと合同した際にもアイルランド貴族のうち28人が、貴族代表議員として、イギリス貴族院に議席を有することになった。1911年、 議会法案の貴族院通貨を描いた会画。18世紀末頃から大量の助赦が行われるようになり、貴族院議員数が急増した。その結果、貴族院はこれまでの比較的少数の国王の世襲的助言者という立場から特権階級の既得権擁護機関と化し始めた。19世紀から20世紀初頭にかけての貴族院は、保守党が政権にある時は強調し、 自由党が政権に就くとその改革の妨害に当たることが多かった。その結果、自由党支持層に貴族院改革の機運が高まり、自由党政権期の1911年に議会法が制定された。これにより、貴族院は財政法案に関する秘訣、修正権限を失い、またそれ以外の法案についても庶民員において参加。 可決された場合は否決しても無意味となった。ただしこの段階では、貴族院は庶民院で通過された法案を2年も引き延ばすことが可能だった。なお20世紀以降は、貴族院議員が首相になることは憲法監修として避けられるようになった。最後の貴族院議員の首相は1902年7月まで首相を務めた第3代ソウルズベリー公爵、ロバートガスコインセシルである。 ただしこの憲法監修は祖閣の対面を下す国王を拘束するものではなく、1963年10月には第14代ヒューム伯爵アレグザンダー・ダグラス・ヒュームが任命されている。この時にはヒューム自身が憲法監修を守るために直ちに社位を返上して補欠選挙に出馬し、庶民院議員へ倶楽会している。 1997年から2007年にかけて首相を務めたトニー・ブレア。1999年の貴族院法で世襲貴族の議席を大幅制限し、2005年の憲法改革法で貴族院の最高裁判所機能を除去する貴族院改革を実施した。1945年に成立した労働党政権は保守党が多数を占める貴族院が 議会法に基づく停止的拒否権を行使することを懸念した。これに対して保守党貴族院院内総務、クランボーン施爵ロバートガスコインセシルは、庶民委員総選挙で明確にマニフェストとして掲げられ、有権者の信任を得た法案について、貴族院は否決したり、大幅修正してはならないとするソールズベリードクトリンを表明した。1949年には、 議会法の改正があり、貴族院が庶民院で可決された、法案の成立を引き延ばせる期間はこれまでの2年から1年に短縮された。1958年には保守党首相、ハロルド・マクミラにより一大貴族法が制定され、男女問わず一大に限り貴族院議員に登用できるようになった。これにより、貴族院の党派議席配分の変更や幅広い人材登用がやりやすくなった。 この後、労働党は、世襲貴族の新設を行わない旨を宣言し、保守党もそれに倣うと見られていたが、1983年には、保守党首相マーガレット・サッチャーが、その慣例を破って、ウィリアム・ホワイト・ローを世襲貴族、ホワイト・ロー子爵に推薦して、話題となった。貴族院の一大貴族の占める割合は増加の一途をたどり、 貴族院改革前夜の1998年2月の時点では、世襲貴族は、貴族院の59%にまで減少していた。1963年の貴族法で、世襲貴族は、世襲自由が生じた時から1年以内であれば、自分一代についての未釈意を放棄し、平民になるという選択ができるようになった。また、それまで貴族院議員になれなかった。 女性世襲貴族とスコットランド貴族も貴族院議員に列することになった。1999年にはブレア政権によって貴族院法が制定され、世襲貴族の議席は92議席を残して削除された。以降の貴族院は一大貴族が中心となっている。そのためこれ以降の貴族院は身分制議会というより任命制議会に近くなっている。また、 世襲貴族の多くが去ったことで、貴族院の半永久的な保守等多数状態は終わり、以降の貴族院の勢力図は、捕獲白中化し、中立派が重要な存在となった。中立派の一大貴族は、退職公務員、学者、経済人、作家、労働組合幹部、芸術、科学の第一人者などから貴族院任命委員会が推薦して助釈するのが一般的であるため、 優れた専門性を有しているとされる。ブレア政権が2005年に制定した憲法改革法により2009年から連合王国最高裁判所が新設され、貴族院は中世以来保持してきた最高裁判所としての権能を失った。2007年3月7日に議会で貴族院の構成に関する自由投票が行われ、庶民院では全員選挙制。 および80%選挙、20%任命制の意見が可決されている。2010年の庶民委員総選挙でも保守党、労働党、自民党の主要賛成党がいずれも貴族院改革に前向きな姿勢を示した。この選挙後に成立したキャメロン保守党、自民党連立政権は2012年6月に貴族院公選制導入の法案を議会に提出したが、 与党から多数の造反者が出たため、法案は撤回され、2015年に予定される、総選挙後まで棚上げされることになった。そのため2014年現在のところ、まだ公選制導入の改革は実施されていない。貴族院議長にある女王の玉座。2013年1月18日、放映中のアメリカ合衆国国防長官レオン。 パネッタの貴族院見学を案内するイギリス軍事担当閣外大臣アンドリュー・ロバさん。財政法案については、庶民員が、選議権を有する。また、議会法の規定に基づき、財政法案の中でも、歳入、歳出のみに関する金銭法案については、貴族院は1ヶ月の遅延権を有するのみで一切、修正することができない。非財政法案は、庶民院。 貴族院どちらから選議しても構わない。法案が財政法案に当たるかどうか判断する権限は議会法の規定により庶民院議長にある。論争的でない法案は貴族院で選議されることが多く、政府提出法案の約3分の1は貴族院で選議されている。法案審議の方法は貴族院も庶民院も大きな差異はないが、 庶民院で審議していた場合は、貴族院での審議は、比較的簡潔に行われる。実際に、法案を議会に提出する前に、政府は、法案骨子を、グリーンペーパーとして公開する。またそれに対する各方面からの意見を考慮ないし、反論して、政策意図を世に問うホワイトペーパーを公開する。イギリスでは、法案を議会に提出した後に、法案や、 その審議を批判することは議会侮辱に相当する可能性があるためこのように法案提出前に法案の詳細を公開することで国民やマスコミの批評を受け付けるまたこの段階から議会での討論も受けるので国民マスコミからの批評に政府がいかに応えるかが議会内での与野党討論修正同義提出に影響を与えるこのやり取りを経て法案は 庶民院もしくは貴族院に提出される。貴族院では、大法官、貴族院院内総務、名誉体験審主隊長、女王警護要満隊長、自重たる議員などに任命された与党貴族院議員たちが法案可決のための院内交渉に当たる。貴族院は庶民院と同様に本会議中心主義で運営されている。第一読会は形式的なやりとりだけで終わり、 法案は、直ちに第二読解へ送付される。第二読解は、法案の概要や目的について討議し、第二読解を終了するとの同議が可決されると、委員会へ送付される。委員会では、法案の内容に応じて、常任委員会、全員委員会、特別常任委員会のいずれかに送付され、そこで、討議されて、修正を受ける。貴族院では、大抵の場合、 全員委員会に送付されている。なお、全員委員会以外で修正された法案は本会議に報告され、本会議の最高量を仰ぐ。委員会に出席しなかった議員に発言の機会を与えるためである。続いて、第三度会にかけられる。庶民委員における第三度会は形式的なものだが、貴族院ではここでも修正討論が行われる。 第3度会を終了するとの道義が可決されると、法案はその委員を通過する。ほとんどの場合、法案は、庶民院においても貴族院においても修正を受ける。庶民院では、政治的な観点での修正が主だが、貴族院では、軸の整合性、法理的整合性の観点からの修正が主である。そのため、貴族院での修正討論は細部にまでわたる、ことが多い。 貴族員は政治的な修正はほとんどしないので庶民員に送付されても賛成を得られるのが通常である。庶民員が貴族員の修正を否決した場合は、庶民員は貴族員に否決理由を述べて再審議を要求するが、それでも両員が合意できなければ議会法に基づく処置がなされる。ただし現実には議会法の定めが利用されることはほとんどなく、 庶民委員が貴族員の修正を否決して、貴族員に戻した場合は、貴族員はそれに賛成して、対決を避けるのが一般的である。貴族員での評決方法には発生評決と分裂評決が取られている。発生評決とは、貴族員議長の呼びかけに対して、議員たちがコンテント、ノットコンテントと声を上げ、議長が声の大きい方を可決させる、評決方法である。 その議長判断に対して異議が出された場合は、分裂表決が行われる。これは賛否に応じて2列に分かれた議員たちが、議場の左右に存在する賛成者用廊下と反対者用廊下を通過して、別々の入り口から再度貴族院議場に入場し、その際に計算係が数を数えてその人数の代償で表決する方法である。 2009年まで保持された貴族院の上訴裁判権は14世紀中に確立されたものである。貴族院の上訴管轄権は古くはイングランド王国内の裁判所の上訴に限られていたが、ウェールズやアイルランドの俗領下でこれらの地域の裁判所の上訴案件も扱うようになり、さらに1707年のスコットランド統合でスコットランド高等法院からの上訴案件も 扱うようになった。アイルランドの上訴管轄権は1783年に一時アイルランド貴族院へ移管されたものの1800年のアイルランド統合で結局イギリス貴族院へ戻っている。上訴裁判権は貴族院の一部ではなく貴族院全体に属するのが原則であるが1844年の判例以降、 上訴案件を扱う時の貴族院の審議は法律に明るい貴族院議員のみで行う慣例ができた。しかし早々法律に明るい貴族院議員がいるわけではないので、1876年には上訴管轄権法が制定され、司法官僚が報復貴族として貴族院議員に登用されるようになった。1948年まで上訴案件の審議は貴族院全体が 上訴案件を裁くという形式を重んじて、貴族隠本会議場で行われていた。しかし戦時中に、庶民隠本会議場が空襲で消失し、貴族隠本会議場が庶民員の仮議場として使われるようになったのを機に上訴案件審議は委員会室で行われるようになり、1948年5月には、これを状態化させる形で、委員会室を使うことが定められたと呼ばれる。 1960年代には、第二上訴委員会も設置され、同時並行でに案件を審議できるようになった。上訴委員会は、通常5人の報復貴族で法廷を構成した。ただし、上訴委員会で判決を下すことはできず、上訴委員会は、報告を本会議に送り、本会議での採決によって判決が下された。しかし上院が最高裁判所機能を有するというのは、 近代立憲主義の憲法原則とされる権力分立の観点からは問題視され、ヨーロッパ人権条約をはじめとする EU 法体系にも抵触する可能性が高かった。そのため、トニー・ブレア政権は2005年に憲法改革法を制定。これに基づいて2009年10月1日をもって、貴族院の最高裁判所権能は連合王国最高裁判所に移行することとなった。 監修により現在のイギリス政府は庶民院員の信任を背景に成立しているが、貴族院の信任を受ける必要はないと考えられている。20世紀を通じて労働党政権時も貴族院は常に保守党によって多数を握られていたし、1999年貴族院改革以降の貴族院はどこの党も多数派になっていないためである。また非公選正議会たる貴族院が 問責道義を可決させるべきではないというのは、貴族院内で広く認識されており、20世紀中に貴族院で問責道義が可決されたことはない。同様に内閣不信任決議を行ったこともない。1993年に貴族院から内閣不信任道義が出されたことはある。ものの、可決に至っていない。万が一可決された場合どうなるかはわからない。 貴族院の内閣不信任は首相二次任を強制する力はないかもしれないが、一世紀以上可決された事例がないので不明である。19世紀まで遡ると1864年7月に庶民院、貴族院療法で行われた第三代パーマストン主策ヘンリー・ジョン・テンプル内閣に対する不信任同義採決で、庶民院では否決、貴族院では可決という結果が出たが、 パーマストン卿は、庶民院の採決の方が重いとして、総辞職を拒否した事例が存在する。特権歴史的に貴族院は、王権と対立することが少なかったので、貴族院議員には、議員特権意識は薄いが、院の自立権と、貴族固有の権利として、以下のような特権を保持している。待遇貴族院議員は、現在に至るまで無報酬である。対して、 庶民院議員は1911年以降報酬が出されている。貴族院議員や1911年以前の庶民院議員が無報酬であるのは彼らのほとんどが大地主あるいは企業経営者の一族であって巨額の資産を持っているからである。20世紀以降台頭した労働党の議員はそうではないものが多く、労働組合からの政治献金で生計を立てていたが、 労働組合の資金を政治献金に使うことを禁じる貴族院判決が出たことで、それが成り立たなくなり、代わりの救済措置として1911年から諸民院議員のみ報酬が出されるようになった。一方、貴族院議員は一代貴族であってもそれ以前の職業生活の中での蓄えと一般より、はるかに高い年金があるために無報酬でもやっていけるため、 現在でも無報酬となっている。正職貴族以外の貴族院議員は原則として、就寝であり、辞職や除名といった制度はなく、特定の場合に議員資格を停止されるか、成果の許可の申請ができるだけであった。この従来の制度は2014年貴族院改革法制定に伴って、一定条件下における失職を認めるように改善された。加えて、 翌年に成立した2015年貴族院法は、貴族院の議決によって、議員の除名及び党院停止を認めるに至った。貴族院議員は、庶民院の選挙権及び庶民院議員資格を有さない。条件貴族院議員たる地位を認められない自由として、1、外国人、2、21歳、以下、3、大逆罪に問われた者のうち刑の執行可恩赦を受けていない者、4、 不行績で破産した者、5貴族院の決定で追放された者が定められている。裁判官の職にある者、庶民院議員である者、欧州議会議員である者は、貴族院議員になれない。また、国境と以外の者は、両院から議員資格を認められなかった時期がある。イギリスでは16世紀のチューダー朝によって、プロテスタントの国境が定められて以降、 プロテスタント王国たることが国体の支柱だった。そのため1678年には審査法が制定され、両院議員から国教徒以外のものは排除された。この状態は1世紀以上続いたが、被国教徒は1828年の審査法廃止によって、カトリックは1829年のカトリック救済法によって、 ユダヤ教徒は1858年のユダヤ人救済法によってそれぞれ議員資格を認められた。議員となった者は審議会の最初の出席や大位継承があった場合に以下の中世先生を行わなければ議員に出席し評決に参加することはできない。先生は以下の通りである。私はエリザベス女王陛下法の定める。 その相続人及び承継者に対し、誠実であり、かつ、真のただまさを保持することを、全能の神にかけて誓います。されば神よ、授けたまえ。I swear by, all mighty god that, I will be faithful and bear to t e allegiance to, Her Majesty Queen Elizabeth, her heirs and successors, according to law, so help me god. 中世先生貴族院で演説する保守党貴族院院内総務ソーソウルズベリー公爵と自由党席からそれを聞く海軍大臣ノースブルック伯爵と外務大臣グランウィル伯爵。議長席に座っているのが大法官セルボーン伯爵。中世から2009年まで貴族院議長は大法官が務めた。大法官は605年まで遡ることができると 言われる最も歴史ある官職であるため、現在でも進化の宮中序列では、カンタベリー大主教に次ぐ第二位とされており、首相よりも上位者である。大法官は、貴族院において議長と裁判長を務めつつ、内閣においては法務大臣的閣僚職を務める。つまり、立法権と司法権の頂点に立ち、行政でも要職にあり、 また裁判官の任免権も持っていたので、司法行政権労もあった。そのため三権分立論者からは、最大の批判の対象となってきた。2003年3月には、欧州評議会が、イギリス政府は大法官の権労を修正すべき旨の決議を行っている。これを受けて、2005年の憲法改革法によって、大法官の地位も変更されることとなった。 貴族院議長たる地位を失い、また2009年から連合国際公裁判所が新設されるのに伴って司法機能も喪失した。これ以降、貴族院議長は貴族院議員からの5選で選出されることになった。最初の貴族院議長選挙は2006年に実施された。貴族院議長の任期は5年であり、2期まで務めることができる。貴族院議長は、 党派的行動を取らないことが期待される。貴族院議長は大法官以来の遠隔で、庶民院議長と異なり、院の秩序を保つ権利を有しない。その権利は、院全体が有する。貴族院議長。2013年1月18日、議長席を指さすアメリカ国防長官レオン・パネッタと、案内役のイギリス軍事担当閣外大臣、アンドリュー・ロバさん。 貴族院の意義については、以下のような指摘がなされている。まず庶民員を抑制して、その暴走を阻止することである。ヘールシャム男爵クインティン・ホックは、選挙による独裁を阻止することが貴族院の役割と論じている。ジェームズ・ブライスも、多数決は、必ずしも、国民の最善の意思を表すものではないため、多数決制度の欠点を補う意味で、 第二因が必要との認識を示している。また庶民員を補完する役割も重要である。選挙のない貴族院は有権者の顔色を伺う必要がないため、庶民員が指摘しにくい国民に不人気だが重要な視点などを指摘しうるし、庶民員議員が選挙区サービスに忙しいのに対し、貴族院議員は政治に専念できるのでより重厚な議論も期待できる。これについて、 ウォルター・バジョットは、理想的な庶民員が存在する場合には、貴族院は、不必要であり、またそれゆえに有害でもある。しかし、現実の庶民員を見ると、修正機能を持ち、また政治に専念する、第二院を併置しておくことは必要不可欠とは言えない。までも、極めて有用であると論じている。ジョン・スチュアート・ミルも、一般国民を代表する、 民主的機関の欠陥は特別な訓練と知識である。その適切な是政策は特別な訓練と知識を持つ機関を民主的機関に対地することである。一方の委員が国民の感情を代表するとすれば、他方の委員は実際の公務の経験によって試され、確証され、かつ実際の経験によって強化された個人的価値観の代表する。 また一方が国民の院であるとすれば、他方は政治家の院である。言い換えれば重要な政務、または仕事の経験をしたことがある、あらゆる世紀溢れる公人からなる、評議会とすべきだ。そのような議員は単に抑制力というだけではなく、推進力ともなろうと論じている。かつての世襲貴族ばかりの状況の中では、貴族院が政治への専門性を有しているのか、 疑問視する声もあったが、一大貴族制導入後の貴族院は各分野に高度な専門知識を有する議員を要していると言って差し支えない状態である。また1999年に世襲貴族の議席が制限されたことで中立派と呼ばれる議員たちの比重が上がり、以降は特定の政党が支配的になっておらず、庶民院よりも政党政治に中立的である。この 専門性と中立性により、現在でも庶民院の保管者としての貴族院の存在価値は高いと言われている。左派よりとされるガーディアン紙のコラムで貴族院完全抗戦化を訴えていたコラムニストのティモシー・アッシュも2010年に貴族院に対する考えを変えたとした上で、この10年間、まさに英国の皮肉と言うべきは、 この非民主的で古めかしくて時代錯誤な組織が選挙で選ばれた政府の大衆独裁的な傾向にこうする防波堤でもあったことだ。上院の特別委員会はエキスパートとして法律案を精査ししばしば改善を加えている。公表された報告書のいくつかは第一級のものだ。公共政策の議論に飛び切りの貢献をしている。 貴族院議員ならすぐに何人も挙げることができる。そんな中で最も優れているのは最も非民主的に選ばれた無所属のクロスベンチャーたちなのだ。と論じた。国民世論や党派対立から超越した衆軍に陥らない有識者集団として特に憲法の番人としての役割を果たすことが期待される。そのため貴族院から最高裁判所機能を取り除いた2005年の 憲法改革法は、貴族院の憲法院としての権威を低下させる、改革とする批判も一部に存在する。庶民院の修正の院として、第二位を置くこと自体は、イギリス社会に広く認知されており、一院制、イコ論は主流を成していない。一方で、民主的正当性を重視する立場からは、貴族院は批判される。世襲貴族は、もちろんのこと、 一代貴族も任命制であり、民意の委託を受けているわけではないためである。そのため、第二位も公選制へ移行すべきとする議論があるが、専門性や中立性など貴族員の利点とされる要素を公選制のもとでも保てるのかが問題となる。どのぐらいの割合を公選制とするのか、どのような選挙制度にするのか、庶民員との差別化をどのように行うか、 どのように正当化を抑止するのかなどに論点がある。イギリスには壊れていないものを直すなという格言があり、貴族院改革反対論者はこの格言をしばしば引用する。2012年のキャメロン政権の公然性導入の貴族院改革法案も反対が多く挫折した。存在意義の具体例として近年では EU 離脱法案をめぐる審議が挙げられる。 2020年1月に貴族院はジョンソン首相の意向に反して離脱後も英国に住む EU 出身者の在留資格や難民の子供の保護を保障する内容を含む修正案を可決した。現在の貴族院議長ファウラー男爵ノーマンファウラー2019年10月11日現在のイギリス貴族院の主な役職者は次の通り2020年4月時点でのイギリス貴族院の 当派別議席配分状況は以下の通り、一大貴族には定数がないため、貴族院議員数は日々変化する。現在の議席数は、貴族院ウェブサイト上で確認できる。世襲貴族と聖職貴族には、それぞれ92議席、26議席の定数があるが、それに足りていないときは、聖火議員や資格停止議員がいるか、直近に死亡。 退任していて一時的に空席になっているかである。上記の場合だと世襲貴族議員の欠員1名は聖火議員であり、聖職貴族議員の欠員1名は主教退任で一時空席になっていることによる。一大貴族にも聖火議員35名と資格定時議員11名がおり、これらのものもすべて合わせた2013年5月時点の 全貴族院議員総数は811人であった。中立派と正職貴族は会派として一つの組織になっているものの、所属議員に党議拘束をかけていない。英国公的機関改革の最近の動向。内閣官房。2020年7月2日閲覧。ありがとうございます。